こんにちは、しおさんでございます。今回は超濃厚ごまたっぷりの味噌ラーメンの魅力に迫りました。場所は埼玉県川口市東川口駅近くです。東川口駅を出てこの武蔵野線の線路沿いを歩いていきます。線路沿いを歩いていくと徒歩1分ぐらいのところにお店があります。駅前もまた新たなビルが建つ準備が始まっておりました。この東川口、実はラーメンの激戦区でいろんなラーメン屋さんがあっていつも迷ってしまいます。その迷う中で今回は東川口で老舗のお店に行くことにしました。この老舗のお店が駅から徒歩1分ぐらいのところにありました。そのお店、左前方の方に見えてきています。美味しいラーメンのお店、そう書かれたこの看板が目印のこちらのお店です。外観からも歴史を感じますね。この名前はラーメン屋桑原亭さんです。こちらの桑原亭さん、ずっと気になっていました。その気になっていたお店、こちらを改めて見ていくと気になってきたものは何か。お店の方に近づいていくと見えてくるもの、まずこちらの方の心を込めた手作りラーメン店ということで、この手作りラーメンというところが気になりました。そしてチャーシューが新しく進化したということで、リニューアル営業の部分もお話がありました。さらに看板がとても分かりやすいんです。そしてこの看板を見るとめちゃくちゃ迷うということを感じるくらいに、この看板に書かれていた情報が気になりました。それとこの手作りラーメン組み合わせると、本当にこの提案一つ一つが気になります。一つ一つ特徴とどういった人気があるのか、そういったことも書かれていました。そんな種類豊富で迷ってしまうようなこの看板、しかも人気ランキングで書かれている、それがまた分かりやすいですね。その中で気になったこの人気ナンバー3の濃厚ごま味噌ラーメン、こちらを今回いただくことにしました。食券機で食券を購入して注文する流れになっています。味噌ラーメンだけでもいろんな種類がありました。その中で濃厚ごま味噌ラーメンの大盛り味玉付きでいただきました。カウンター席とテーブル席の店内、こちらも歴史を感じます。壁のところにいろんなポップが貼ってあり、気になる情報がたくさんありました。家族連れでも個人でも気軽に訪れやすい、そんな雰囲気がありました。そして席に着くとこういった気になるメニューも置いています。桑原亭のチャーシュー、こちらはとにかく気になりました。さらにこのお家でできるつけ麺キット、こちらも気になりました。そんな中登場したこちらが濃厚ごま味噌ラーメン大盛り味玉トッピングです。もう見た目、これ見てください。スープから伝わってくるもの、ほんと超濃厚な感じですよね。見た瞬間にその濃厚さが伝わりました。実際にこれスープをいただいていくと、ほんとさらにこれごまの濃厚さが伝わってきますよね。飲んでみるとその濃厚さめちゃくちゃ伝わります。このごま系が好きな人にはほんと癖になる味わいでした。そして麺は小麦を感じるストレート麺、このストレート麺がこの超濃厚なスープにめちゃくちゃ合うんです。もうすごく食べるたびにこのスープの味わいを連れてくる、そんな美味しさがありました。ほんと濃厚スープがよく絡む、そんな味わい。そこにチャーシューをいただきました。こちらが進化したチャーシュー、肉をしっかり感じるこの旨味たっぷりのチャーシューがありました。このチャーシューもこのスープにもすごく合う、そんなことを感じました。食べれば食べるほどこの濃厚さめちゃくちゃ伝わってきます。そして食べれば食べるほどこの担々麺
が好きな人にはほんとハマる味わいであるということを感じました。麺もとにかくうまいんですね。そして半熟の味玉、これもまたスープによく絡むうまい味わいが出ていました。スープの濃厚さ、これもほんと飲めば飲むほど癖になります。このごま系の味わいが好きな人にはほんとたまらない味わいのこのスープでした。ごまのうまみほんとたまりません。味噌ラーメンというよりもごまラーメン、そう言った方がいいかもしれないくらいにこのごまの味わいが素晴らしいです。そして美味しい手作りラー油、これで味変をしていくとさらにこのごまのうまみも引き出されて美味しく感じました。ラー油も大好きなのでついつい入れちゃいます。このラー油を入れて、そしてさらに混ぜていただく。それによってこのラーメンのうまみ、これがさらに別の味わいを加えながら楽しめるようになりました。そしてこのラー油はほんとごま系の味わいとめっちゃ合いますね。この美味しい手作りラー油の味変により、さらに美味しいラー油の味わいが絡んだひととき、ほんと美味しい超濃厚なラーメンでした。そこにゴロゴロチャーシューのカレー丼、こちらもいただきました。見た目から伝わるもの、それは濃厚な家庭の味わい、そしてチャーシューがゴロゴロたくさん入っていました。早速いただくと、ほんと家庭で食べるようなカレーの味わい、そこにゴロゴロしたチャーシューがたっぷり入っていて、こちらも美味しい一杯であるということを感じ、ラーメンと合わせていただくこともおすすめであると感じました。そこまで濃すぎないのでラーメンの味わいを殺さない、そんな共に楽しめる、そんな味わいのカレーであるということも感じました。そんな美味しいラーメンとカレーをいただいて桑原亭を後にしました。そんな桑原亭でいただきまして感じたこと、振り返るとこってり好きにはたまらない、そんなお店を見つけたということを感じました。特にこの人気ナンバー3の濃厚ごま味噌ラーメン、このこってりが好きな人にはぜひ一度食べてほしい、そんなことを感じるくらいこの濃厚さが僕の中では癖になるハマる味わいだと感じました。一度食べると癖になる、だからまた食べたくなる、そして他のラーメンも食べたくなる、そんなことを感じるくらいにこの濃厚な癖になる味わい、久しぶりに出会ったと感じました。他のラーメンも本当この看板見ると食べたくなります。人気ナンバーセブンまで書かれているこのラーメン、ここにこってりもあるしつけ麺もある、一度訪れると本当に食べたくなるということを感じました。そこに感じるもの、それはこの桑原亭さんが積み上げてきた歩みそのものであるということを感じました。醤油ウルトラこってりも本当気になりますね。そんな歴史を感じる桑原亭さんでいただいたひととき、東川口でこってりのラーメンを食べたい、そんなことを感じた時にはぜひこの桑原亭さんもおすすめであると感じましたので訪れてみてください。桑原亭さん本当にありがとうございました。ごちそうさまでした。最後までご覧いただきましてありがとうございました。お店の詳細については説明欄をご覧ください。またコメントなどもどんどん書いてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご覧いただきましてありがとうございました。